日本では再び新型コロナが猛威を振るっていまして、イベントが中止になる事態も起きているんですが、ロンドンではイギリス最大の日本文化のフェスティバルが開かれ、大盛況だったそうです。今日は ANN ロンドン支局の佐藤記者に現在の感染状況やフェスティバルの模様について解説をしてもらいます。佐藤さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずはその今街並み見ていてもマスクしてる方いないですね。はい、ここはロンドンの観光地、ショップが立ち並ぶような場所でして、世界中から観光客が集まる場所です。いつもこの中継でもお伝えしている通り、この光景がロンドンの日常ですね。この様子を見る限りだと感染者はそのここまで増えていないんでしょうか？はい、実はイギリスでも感染が今拡大していると言われています。今月のですね、13日までの1週間で、このロンドンがあるイングランド地方の感染者数はおよそ315万人、1週間で315万人が感染したと推定されています。これは人口に換算すると17人に1人が感染しているという計算になりますので、今この場所にも17人以上いると思いますので、誰かは感染してるんだろうなというような状況ですよね。で、推定という言葉を使ったんですが、もう実はもはやイギリスではコロナに感染していてもいちいち検査をしない人が多いんですね。ですから、どれだけ感染しているかというのは推定でしか表すことができない。もし本当に315万人も1週間に感染したとすればですね、これは過去最大の数字と、なりそうな感じですね。今、感染者で一番多いのはやはり BA.5 でしょうか？そうですね、BA.5 がこのヨーロッパを襲っているというふうに言われています。で、感染したとしてもですね、このイギリスでは、特に規制はありません。ですから、極端なことを言えば、コロナに感染していてもこうして外に出ても全く法律上問題ありませんし、会社に出勤しても OK なんです。ところが、コロナに感染すれば体調不良になる人もいるでしょうから、人手不足に陥っているところというのもあるんです。先週ですね、ある平日の日にロンドンの地下鉄の制御室のスタッフが、病気によって足りないという情報が流れました。その昼の時間帯にですね、今晩ある列車を運休しますというような情報だったんですね。東京でいうと銀座線をですね、今晩、運休しますというようなインパクトだったんですが、結局それは制御室のスタッフを集めることができて運休にはならなかったんですが、そうした影響も、一部ではあるようです。かなり今17人に1人が感染していると考えると、日本だと医療の逼迫なんかも起きるぐらいの感染度合いなんじゃないかなと思いますけど、その辺はどうなんですか？医療状況はですね、通常とは違うようです。例えばコロナによって通常の手術が延期されていたですとか、そういう影響は当然あるようなんですが、日本のようにですね、医療が逼迫しているということが大ニュースになっているというような状況ではありません。日本は今の感染状況を鑑みて、その感染症法の中では今2類としてかなり厳格な措置を取ってるんですけれども、その点イギリスはこういうなんか2類とか5類とかっていうのはないんですか？重大な影響を及ぼす感染症として、例えばエボラですとかサル痘、というのがあるんですが、そのリストに、少なくとも現時点で新型コロナは入っていないんですね。入ったこともないということなんですかね。ですね、最初の方に入っていたかもしれないんですが、今日先ほど少し調べたんですが、入っていたとしてもすごく短い期間だったと思われます。もしかしたらおそらく入ってないんじゃないかというところです。ちょっとそこがもう昔のことで、しかもかなり短い期間にですね、そういう感染症の専門的な病棟がごくわずかあるようなんですが、おそらくそこでは裁ききれなかったんじゃないかというふうに思いますね。
視聴者の方が、ということはロンドンの人々は感染者数は気にしないということという質問来てますけど、はい、日本のように毎日速報で感染者数が流れるということはありませんし、推定の数字が2週間ぐらい、1週間2週間遅れてやってくるというような状況ですね。もうじゃあ何も規制はないんですね。そうですね、規制というのは何もなく日常を皆さん送っているような状況ですね。そして日本では過去最高の感染者数を記録していまして、現在、イベントが中止になってしまうなどのケースが結構相次いでいるんですけれども、そんな中イギリスでは日本のイベントが開催されたんですよね。はい、ちょうど先週金曜日から日曜日にかけて3日間、イギリス最大の日本文化を発信する博覧会、ハイパージャパンフェスティバルというのが行われました。金曜日に取材に行ってきたんですけども、事前の情報では3日間で3万人が訪れる予定だということで、漫画やアニメなどのですね、そういったカルチャーを伝える、そういったブースが広がっていたりですとか、日本酒が売られていたり、そういったところがありましたね。この映像を見ている限りでも大盛況だなと思いますけれども、でもやっぱりマスクしてないですね、皆さん。はい、思い返せば入場時に検温を受けるっていうのもなかったですし、主催者側からマスクをしてくださいというアナウンスもありませんでした。したい人はしてもいいですし、という何かコロナの対策で規制が主催者側から言われるということはありませんでしたね。これ会場は屋内なんですか？はい、何かグッズを販売したりとか、そういうのはですね、屋内の会場もありました。映像をご覧いただいて、こういったブースが密集していて、そこに思い思いのグッズを買うのを楽しんでいる人たちの姿があると思いますが、こういった映像をご覧になってどう思われますか？いやー、ちょっと密だよなとか思っちゃいますよね。何か懐かしいような感じさえすると思うんですが、こうしたイベントというのもですね、コンサートですとか、そういったのも含めてロンドンでは普通に行われているんです。どうなんでしょう、視聴者の方がやっぱりワクチンの接種率が高いからこういうふうにできているのかなっていう意見もあるんですけど、実際に接種率ってどのぐらいなんですか？そうですね、4回目のワクチンの接種というのも始まっていますし、日本と比べてどっちが上かというのも、もうもはや分からないぐらいなんですけども、ワクチンだけじゃなくて、もう日常、もうコロナと共存していこうという、市民の、マインドのところも大きいのかなと思います。なるほど。どうですか、実際に取材に行ってみて、それこそね、日本を懐かしく思ったんじゃないですか、佐藤さん。はい、私もこのロンドンに来たのは今年の3月でして、しばらく日本でコロナの生活をしていましたけども、なんか日本文化をこれだけの人が楽しんでくれているというのも嬉しいですし、こうやって出店とかですね、ブースが立ち並ぶ様子というのも懐かしいなと思いました。どんなことをやってたんですか、中では？はい、日本文化をですね、最新の日本文化を発信する、そういったイベントだったんですが、例えばカラオケですとか、日本の太鼓ゲームですとか、日本酒を試飲できたりとか、そういうのを楽しんでいる日本が好きな人たちがたくさん集まってくれていたなという印象で、お話聞いてみますと、日本に行きたいとか、日本に何度も行ったことあってまた行きたいんだけども、今はコロナの規制が厳しくて入国できなくて残念だというような声も聞きました。カラオケは日本語で歌ってくれてるんですか？そうなんですよね、ジリマリのそばかすを歌ってる方いらっしゃいまして、驚きというか、日本好きな方っていうのもイギリスにもたくさんいますので、このイベントに集まってきた人たちというのは、いわゆるオタクという人たちだけではなくてですね、日本文化を楽しもうと思って来てくれた人もたくさんいたようです。うーん、
だか素敵だなというふうに思いますけれども、実際に日本から出展するためにイギリスに渡っている企業なんかもあったんですかね。はい、このイベントに参加するためにロンドンにわざわざ来た人というのも少なからずいました。お話を伺ったのはですね、秋田県から来た漆器ですね、漆の器などを販売製造している会社ですね。普段はですね、関東を中心に百貨店などで販売、催事などをやってらっしゃるそうなんですが、最近日本でもそういった催事は復活してきたそうなんですが、ここ最近のコロナの感染者数でまたどうなるか心配という話をされていました。今回ロンドンに思い切って出展してみて、若い人に手を取ってもらえたというのが驚きだった、新鮮だったというふうに話していました。かんざしですとかお皿とかですね、安いもので15ポンドぐらいから、日本円で2500円ぐらいからということで、早速買ってらっしゃる若い人もいました。ただ一回ロンドンに行くと帰るときとか大変じゃないんですかね。そうですね、日本のルールでして、帰るときに陰性証明が必要です。日本側のルールで陰性証明がないと、帰れないということですので、万が一こちらで感染してしまうと、ロンドンに残ってですね、陰性証明が出るのを待つという、そういったリスクはあります。その前は街中とかでもこう PCR できるような施設が結構あったイメージがあるんですけど、今はこう皆さんあんまりコロナを気にしていないとなると、そういうのも減ったんですか。はい、実はイギリスでは4月からですね、街で検査を受けたりとか、検査キットを家にもらうというのが無料ではなくなったんですね。ですから、そう簡単に検査ができなくなっている、する必要もなくなっているというか、わざわざお金を払ってしないという人が増えてきていて、それによって検査結果というのが推定になっているという状況です。なんだかこう今の日本と同じ時空とは思えないような状況が広がっているんだなというのをすごく感じるんですけれども、実際に佐藤さんは今ロンドンで生活していて、生活のしにくさ、そのコロナに対する恐怖心とかそういったものは全くないですか。そうですね、コロナに例えば感染したからといっても、風邪ひいたとか、インフルエンザになったっていうような感覚で話題になるぐらいで、何か指を刺されたりとか、そういう感じではないです。あともう一つ、視聴者の方から多く質問をいただいているのが、最近日本ではこのロンドンの暑さっていうのをかなりニュースで扱っていたんですけれども、今日は長袖を着てらっしゃる方もいらっしゃいますし、佐藤さんもスーツですけど暑くないんですか。はい、今日はですね、ロンドン20度前後ですね。先週の月曜日火曜日あたりが非常に暑くてですね、イギリスで初めて40度を超えました。取材の帰りに私はバスに乗ったんですけども、バスの中は蒸し風呂状態でしたね。よくヨーロッパは湿度が低いので暑くても過ごしやすいというふうに言われますが、2日間は別でした。バスの中はもう蒸し風呂状態で汗だくだくという感じでした。その2日で暑さはもう過ぎたんですか。はい、イギリスでは徐々にその暑さというのは和らいできましたね。気温もあって、なかなかこう、ね、生活するにあたってもこう体調管理っていうのはより難しくなりますよね。そうですね、この1週間でも気温がかなり変わりますし、朝と夜は冷え込むこともありますので、日本でも季節の変わり目は体調崩す人も多いと思いますが、そこは難しいところかもしれないですね。わかりました、佐藤さんありがとうございました。これからも気をつけて取材続けてください。はい、ありがとうございました。